どうしてうちの子は一生懸命磨いてるし、私も仕上げ磨きを一生懸命してるのに、どうして先生虫歯ができちゃうんでしょうか。日本小児歯科学会理事で鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授の浅田義信と申します。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、お母さんやお父様にとって非常にこう悩みの種である歯磨き、子どもの歯磨きについてお話をさせていただきたいと思います。子どもたちにとってですね、将来の自分の口の中を想像するということはとても難しいことですよね。小さい子にとってその子が40歳50歳になった時に自分の口の中がどうなってるっていうことをですね、子どもたちに、質問してもなかなか想像ができないと思います。ただやはりですね、歯を虫歯にしてしまったり歯周病にして最終的に歯を削ったりなくなったりした場合はですね、かぶせ物とか詰め物、それからブリッジという言葉を聞いたことがあるかもしれません。それからインプラントという言葉も最近よく耳にされているかもしれませんけれども、口の中に人工的なものを入れなくてはいけなくなりますよね。つまり歯がなくなってしまったり歯を削ってしまうと元通りにはならないということなんですね。ですからそういった人工物を口の中に入れているということ、これは、決して悪いことではありません。ただ天然の自分の歯と比べて将来年を取った時にですね、とても、不都合なことが生ずると言われているんですね。で、一番今問題になっていることっていうのはですね、ぜひ覚えておいていただきたいことは、平均寿命というものが伸びましたよね。もう今普通に男性でも85歳、で女性であればもう90歳を超える方、そういう方もたくさんいらっしゃいますよね。そうすると今まで私たち歯科医師というのはですね、その高齢になった方の口の中のイメージっていうのはあまり実はできていなかったんですね。ということは高齢になって口の中に人工物がたくさんあったとしますよね。そうした時に何が起こるかというと、だんだん年になってくると寝たきり、それから認知症、そういう問題が起こりますよね。そうすると誰がお口の中の手入れをしてくれるんでしょうかね。難しいですよね。介護の現場で看護師さんや介護ヘルパーの方、上手にできますかね。なかなか難しいと思うんですよね。ですからそうすると口の中に、さっきお話したようなブリッジとかインプラントとかですね、そういったものがたくさん入っているとだんだん手入れができなくなって、その人工物がダメになってしまうんですよね。で、そうすると一度入れた口の中に入れたものを取り外すってことはなかなか難しいことなんです。そういうことまで本当はよく分かった上で自分の歯を大事にしなくちゃいけない。そして自分の歯で一生過ごせるということがとても大事なんだということをですね、子どもたちにもぜひ伝えてあげたいんですね。ですので一番初めというのは乳幼児、つまり乳児、そして幼児期、その時期から歯磨きをスタートする、でそれを習慣化するということがとっても重要なんですということを分かっていただきたいと、そういう思いで今回ですね、間違いだらけの子どもの歯磨きという本を出版させていただきました。ですのであくまで、小さい時から歯磨きをするということの習慣づけ、うちの子は一生懸命磨いてるし、私も仕上げ磨きを一生懸命してるのに、どうして先生虫歯ができちゃうんでしょうかっていう話をよく聞きます。私たちはそんな時に、まずお答えするのはですね、一生懸命されていることはとてもいいことですよね。お子さんも頑張ってる、仕上げ磨きをしてるっていうことについては、そこはもう一生懸命続けてくださいというふうにお伝えをするんですけども、大事なことは歯を磨けていることと磨いていることっていうのは全く違うんですね。ですから磨いてるから磨けてるっていうことにはならないんですね。で、じゃあ
その磨けてないっていうことは、じゃあどういうことなのかなっていうとですね、結局自己流の歯磨きを皆さんなんとなくこうしてしまっているっていうことになります。で、その自己流の歯磨きってじゃあどういうことなのっていうことなんですけども、ここも難しいですよね。毎日皆さん一生懸命磨いてらっしゃいますけども、結局どこかで歯磨きの仕方を習ったっていう経験もあるかもしれません。ただお母さん方にとっては遠い昔の話でもう忘れちゃいましたっていうこともあるでしょう。それから子どもたちも幼稚園や保育園ではあまりないんですけれども、学校に行くと歯磨きの仕方っていうのは習うんですね。ただそれも一時的ですから、多分継続してその勉強していないと忘れちゃいますよね。ということは多くの方は自己流の磨き方になっているということなんですね。ですからこれをもう一度その自己流の歯磨きではいけないんだということを意識していただくという意味でも、先ほどお見せした間違いだらけの子どもの歯磨きという本をご覧になっていただいて、今している歯磨きがどういうところが問題なのかということを意識していただければありがたいと思います。で、自己流で問題となることが4つ大きく分けてあります。で、その1つ目が、歯磨きの時間がとても短くなります。で、それはなんとなく想像つきますよね。皆さんどうでしょう、磨く順番、それから磨く場所、そういうものが決まっていないと、どこを磨いたっけかな、まあいいかな、今日忙しいしなっていうことで、もう時間がちゃちゃちゃっと磨いてしまって、結局同じところ、それから磨いてないところ、そういうところが出てしまいます。で、実際ですね、10歳から60歳までの方のアンケート調査結果というのがあるんですね。歯磨きの時間ということについて、そうしますと3分以内というかのお答えをした方が 52% もいるんですね。ということは、乳歯全部で何本ありますでしょうかね。乳歯ってのは20本なんです。それから永久歯、親知らずを抜いて28本になりますけれども、乳歯の場合20本、永久歯の場合には28本、これを普通にちゃんとっていうかですね、普通に磨いたらどのぐらい時間かかると思います？大体乳歯の場合には4分なんですね。それから永久歯の場合には6分と言われてます。ということは、先ほどお話しした3分未満、いわゆる以内で磨いてしまうっていうこと、そういう方が半分以上いらっしゃるということは、十分磨けてないということになりますよね。ですから歯磨きの時間がどうしても短くなってしまうっていう傾向があります。これはぜひ、明日からですね、日々の歯磨きで実践していただきたいというか、意識していただきたいことだと思います。自分はどのぐらい磨いてるんだろうかなっていうことを、いわゆるタイマーなんかもありますので、そういうもので、子供の歯であれば4分ぐらい、大人の歯であれば6分ぐらいは磨かないとダメなんだよっていうことを意識していただいた上で、お家でも実践していただければよろしいかと思います。それから、次がもう一つ2番目になりますけれども、典型的な横磨きってなってます。皆さんっていうのはですね、歯を磨くときに皆さん、まあ、夜も疲れてるし、もう眠いなっていうこともある。それから日中であれば食べた後時間がなくて急いで磨きますよね。ですから先ほどお話した磨く時間が短いということと横磨きっていうのは非常に関連があります。これ難しいんですね。なかなか細かい動きをしようと思っても、なんとなくやはり気持ちがこう焦っていたり急いでいたりするとですね、どうしても大きなストロークになってしまいます。さらにどこ磨いてるんだかよくわからない、ちゃんと順番が決まってないということであれば、やはり時間も短くなりますよね。磨けてない、つまり大雑把に磨いていて、さらに磨く時間がなくて大きな横磨きであれば汚れも落ちませんよね。そういうことがあります。それから3番目、これは歯磨きをする時の歯磨きブラッシング圧といいまして、歯磨きを歯に押し付ける力です。これも意外と皆さんどうですか、知ってらっしゃるようで、ってどのぐらいの力でやるんだろうって思いませんか。で、一番、まあ、結論から言いますと、一番大事なのは歯ブラシをしているときにシャッシャッシャッっていうですね、いわゆる音がする、まあ、音が聞こえるっていうかですね、
音を聞こえるような状況でリズミカルに歯磨きをするっていうことが基本になります。ですからだいたい子どもの場合はですね、ちょっと難しい数値っていうかですね、ことになりますけども、 150g から 200g ぐらい、まあ、だいたい 150g ぐらいがいいと思います。それから大人でしたら 200g から 300g ぐらいの間の歯ブラシの圧をかけて磨いてくださいねっていうことになります。じゃあそれってどうやってわかるのよって、まあいろんなことがありますよね。つまり、まあ、今お話したように音で感覚をつかむっていうことやですね、あともう一つ簡単にできるのは、お家に台ばかりっていうかですね、いわゆる台に物を乗せて測る、計量するような、そういったものを皆さん置いてありますよね。そういうところに歯ブラシを持ってですね、ぐーっと力をこう押していただくと、だいたい 150g ぐらいっていうと、あ、結構な力だなって分かります。で、200g ぐらいになりますと、お、結構そこそこの力だなってことが分かりますので、そうやって少し、家にあるキッチンでお使いのような、そういったものを利用して、自分が磨いているのはどのぐらいの力なのかなっていうことを判断していただくっていうことはいいかと思います。この歯ブラシをする時の力っていうかですね、その歯ブラシの圧っていうのはとても重要なんですね。実はこの圧が弱いと、全く歯の表面を本当にちょ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 ってこう少しなぞってる程度、子供によくあることなんですけども、そうするとほとんど汚れが落ちない。つまり外から見た目は子供たちが一生懸命歯磨きしてるなっていうふうに思うんですけれども、実際のところは歯ブラシが歯の面に、紙面に当たって、本当に当たってるか当たってないか、わずかにこう触れてる程度、こんな風に磨くことが子供の場合結構あるんですね。ですからしっかり子供たちが歯ブラシを歯にきちっと当てて、そしてちゃんと力、適度な力をかけて歯磨きをするということを、これもお母さんやお父さんもそうですけれども、お子さんにもぜひ教えてあげていただきたいんですね。というのは教わらないと難しいですよね。なかなかどのぐらいの力でどんな風に磨くのって、さっきお話したように歯磨きの時間、それから歯磨きのする場所、どういうところからするのかって順番、そういうことはいいですよね。それから歯磨きの動かし方、毛先の動かし方、これもいいと思うんです。ただ一番重要なのはどのぐらいの力で歯磨きをしているのっていう、その力加減ですね。そこについてはぜひ教えてあげていただきたいと思います。非常に物の本によってそのどのぐらいの力をかけるかっていろいろこう違いがあるんですけども、私のやはり経験値では小さいお子さんの場合には 150g ぐらいがいいと思います。それ以上やはりちょっと強すぎるというふうに思います。ですからぜひそういったことがどのぐらいの力なのかなっていうことを子どもたちに体験してもらうというかですね、経験してもらうと。で、それぐらい歯ブラシをする時の圧っていうのは注意してもらいたいっていうことがありますので、ぜひ実践していただきたいと思います。それから歯ブラシの毛先が広がっていても気にならないっていう方多いんじゃないですか。どうでしょう。これは今の歯ブラシ圧と一緒です。力、私もそうなんですけども含めて、どうしても成人になってくると歯ブラシの圧が強くなって歯ブラシの毛先が広がります。そうすると毛先が少しでも広がると、いわゆる歯垢といって、歯についている汚れ、ちょっと開いていると 20%、 それが大きく開いていると 40% ぐらいダウンすると言われているんですね。ですからなんとなくそこも無頓着になって歯ブラシの毛先が開いているということで、まあいいや、これでも大丈夫と思って使うのではなくてですね、きちっと歯ブラシの交換をしていただきたいと思います。だいたい目安というのは1ヶ月と言われています。で、子どもの場合には特に注意していただきたいんです。子どもは歯ブラシというものを歯を磨く道具であると同時に口の中に入れてしまうと遊んでしまうんですね。ですから噛んでしまうんです。そうすると歯ブラシの先を噛んでしまうと毛先が1週間ぐらいでもう開いてしまう。もうその状態では汚れは落ちません。ですから子どもたちの歯ブラシの毛先が開いているかどうかということも含めて、子どもたちには噛んじゃいけませんよということも含めてお伝えいただきたいというふうに思います。で、最後に、まあ、なりますけども、今お話したような4つのこと、これについてぜひ、日々の中で、歯ブラシをしながら
その辺をチェックしていただいて、子どもたちにぜひ正しい歯磨きを保護者の方からお伝えいただきたいと思いますし、習慣になる、 つまり小さい時に習慣化するということが、その後ずっとですね、上手な歯ブラシをしていける、そして一生自分の歯で過ごすことができるということにつながると思いますので、ぜひ実践してみてください。よろしくお願いいたします。以上です。